愛媛県にある伊方原発の運転差し止めを大分の住民らが求めている訴訟が今日大分地裁で結審しました。提訴からおよそ7年です。この裁判は2011年の福島第一原発事故を受けて不安を訴える大分の住民らが四国電力を相手取り、愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めて2016年9月大分地裁に訴えていたものです。原告は569人まで増え、大分地裁では最大規模の集団訴訟です。今日27回目の裁判が開かれ、原告側弁護士らが原発の安全が確保されていないなどとする最終弁論をして、およそ7年に及ぶ裁判が結審しました。伊方原発をめぐる訴訟は広島や山口などでも起きていて争点も多くありますが、大分の弁護団は地震が起きたときや火山が噴火したときに原発の安全性が保たれるかに絞って主張してきました。非常に責任が重いんですけれど、どのような結論が出るにしても他の裁判所で戦っている皆さんに可能な限りいい影響をもたらすような形であるように願ってやってきました。訴えに対し四国電力は全面的に争う姿勢を示していて、今日最新の科学的知見も踏まえながら活断層の有無や火山事象を適切に評価して安全確保対策をしてきた、伊方発電所の安全性は十分に確保されており、原告らの人格権が侵害される具体的危険性はなく、原告らの請求は棄却されるものと考えているというコメントを出しました。伊方原発の運転差し止めをめぐる集団訴訟が結審したのは大分地裁が最初で、判決は来年3月に言い渡される予定です。